することがあります。今世界中では動物保護に関心を持つ人が増えており、ボランティア活動を始めたり動物保護施設を開く人も増えてきています。今回のビデオでは世界でたった1頭の空港ベアをご紹介します。こちらはイリューシン14のチームのメンバーで、子供の頃から航空機エンジンの轟音を聞いて育ったヒグマのマンスールです。アンドレイ・イワノフさんはマンスールとの出会いを振り返って話します。クマの子がトベリ州のオルロフカ飛行場に捨てられていたのです。朝私たちが外に出ると何かがアスファルトの上に見えました。近づいてみると小さなクマの子供でした。私たちを恐れる様子がないことから考えると、誰かに飼われていたのでしょう。想像ですが、森林の伐採に驚いて母親とはぐれたか、母親が殺されたか、その後人間が拾ってしばらく飼った後に捨てたのでしょう。私たちは生物学者のパジェトノフ氏の家に行きました。彼の家族は親を失ったクマを野生に戻す活動をしていたからです。しかし彼らは言いました。無理です。この子グマは自然には戻れないでしょう。すでに人間に懐きすぎています。パイロットたちは強く、また優しい心を持つ人たちです。身寄りのない子グマを見捨てることはできませんでした。子グマはマンスールと名付けられました。これはアルタイ語でクマという意味です。パイロットのアンドレイ・イワノフさんが一時的な保護者となり、その後すぐにこのクマの本当の父親となりました。マンスールはすぐに飛行場の人気者になりました。スタッフたちは次々に子グマの元を訪れ、撫でたりお手をさせたりしました。飛行場にはマンスール用に特別なスペースが作られました。そして間もなく別のパイロットフィョードル・パッシェンコフさんのハスキー犬とも仲良くなりました。マンスールは毎日はしごを登ったり降りたりしたり、いろんな道具で遊んだり、ハスキー犬と遊んだりして過ごしました。マンスールの子供時代は飛行機のエンジン音の中で過ぎ、やがて空港ベアと呼ばれるようになりました。時が経ち、そろそろマンスールの将来について考える時が来ました。すでに長い間人々と共に暮らし、人間たちにとても強く懐いていました。特に人々と抱き合いキスをするのが大好きでした。モスクワ動物園にはすでに多くのクマがいたので、マンスールを引き取ることは拒否されました。あちこちの動物園に電話をかけているうちに、パイロットたちは様々な人脈を得ることができました。例えばクマの食事について相談する相手や、クマに詳しい獣医とも知り合うことができました。最終的にパイロットたちは知り合うべき人物と出会うことができました。彼はマンスールを保護区に引き取ると言い、そこでマンスールは幸せに暮らせることを受け合いました。別れは辛いものでした。パイロットたちはこうすることがマンスールにとって良いことで、別れは避けられないことだと自分たちに言い聞かせました。しかし心が落ち着くことは決してありませんでした。そして結局のところ、心の声に間違いはなかったのです。別れの日、保護区のスタッフがマンスールを迎えに来ましたが、パイロットたちは彼らに良い印象を持ちませんでした。数日後、アンドレイさんは電話をしてマンスールの様子を見に行っていいかと尋ねました。保護区の男性は何かと理由をつけて断ろうとしました。アンドレイさんは何かがおかしいと感じました。その地域に詳しいパイロットたちも協力してマンスールの居場所を突き止めました。それは保護区などではなく猟犬の訓練施設だったのです。そこはトレーナーや飼い主が犬を訓練して野生動物の狩りを教える場所です。ここでマンスールを待っていた運命は恐ろしいものでした。別のパイロットがこの施設の電話番号を探し出して電話をかけ、ハスキー犬にクマの狩りを教えたいと嘘をつき予約を取りました。パイロットたちは友を助けに向かいました。施設の駐車場入り口ですでにマンスールの悲しげな叫び声が聞こえました。かつての幸せな空港ベアは檻の鉄柵を必死に引っかいていました。パイロットたちがマンスールの名を呼ぶと、鉄柵を書く音も叫び声もピタリと止みました。マンスールは見るからに憔悴していました。
毛皮は汚れていて、ツヤも失われていました。パイロットたちはすぐに水浴びに連れて行きました。池を見るとマンスールは大喜びで水に飛び込みました。お腹いっぱいに食事も済ませたところで、満足し陽気な気分に戻ったマンスールは後ろ足で立って、施設のオーナーに丁寧に別れを告げました。そして愛しの我が家に帰るまで車の窓に鼻をくっつけて座っていました。この出来事の後、パイロットたちはマンスールをもうどこにもやらないと決めました。ただカルーガ地方のオレシコボにあるより大きな飛行場に引っ越すことになりました。パイロットたちは専門家の助力を得ながら、クマの飼育に関してしっかりと勉強を重ねました。父親であるアンドレイさんは動物心理学の基礎を学びました。マンスールのために大きな区画を確保し、寄付を集めて広々とした柵のあるスペースが飛行場に作られました。現在マンスールは面積25エーカーのプールや冬眠用の穴もある専用スペースで暮らしています。そこでは全身を使って楽しく遊ぶことができます。これはどんなクマにもとても必要なことです。そして空港ベアは今や有名ブロガーになりました。 SNS を見ればマンスールの毎日を見ることができます。マンスールの世話は様々な都市に住む20人以上のスタッフが協力して行っています。彼らは常にクマの健康状態をチェックし、食事を与え、掃除をし、ビデオ中継を管理し、そして SNS を運営しています。イリーナ・カポシコさんはライブカメラのオペレーターで YouTube チャンネルを運営し、マンスールの生活の様子やニュースを伝えるブログを管理しています。ラーダ・バシルケビッチさんは食事担当です。当初は一般の人々も空港部屋を見に行くことができました。事前に連絡をして許可をもらえば、おやつをあげたり、元気に遊ぶクマの姿を眺めたり、おしゃべりを楽しむことができました。しかしアンドレイ・イワノフさんによると、あまりにも多くの人々が空港部屋の存在を知り、訪問希望者があまりに多くなりすぎたため、訪問の受付は取りやめにしたそうです。あまりに多くの人が訪れるとマンスールにとってもストレスになります。すべての人を監視する余裕はありませんし、そもそも私たちは動物園を作ったのではありません。マンスールは展示物ではないのです。今日ではマンスールは体重200キロ以上の立派な大人のクマです。基本的にベジタリアンですが、魚は好きで、ブドウ、蜂蜜、梨、スイカも大好きです。さて皆さん、今回はここまでです。今回のお話はいかがでしたか？ぜひ感想をコメントにお書きください。このビデオが気に入ったらいいねを押してシェアしてください。ご覧いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。